どうこんにちは、こんばんは、レイです。婚活業者をぶっ壊すまだやってんのかってね、令和元年12月の 8日だね、8日日曜日、16時、夕方の4時に今動画をね撮影してまして、で今日ね、まあ、なんだかんだ言ってね、ガオ姉さんの、誕生日、ね、誕生日の日に、一緒に過ごすことになってますので、で俺もね仕事だから、向こうはね休みを取ったらしいんだよね。休みとその翌日も、会社側が気を利かせて誕生日と翌日をお休みに、してくれたというふうな話をしてました。本人はその日だけで、よかったんだけどみたいなことを言ってたんで、でまあ、俺は仕事があるんで、一応仕事終わってから、ね、仕事が終わってから、この間まあ、警視の埼玉県警視の、一軒ね行けなかったんでね、金曜日の夜に電話したら、ね、いっぱいで、入れませんという形で7時ちょっと前かな、でそれぐらいちょっと評判のいいお店、がねあるんで、そこをねどうしても意地でも行きたいんで、まあ、予約をねして行こうかなというところを考えてます。ちょっとね、なんだろう、ダイニング居酒屋みたいな感じなんだけど、俺はねもちろん車だから酒はね飲めない、まあもともと飲めないから飲まないんだけど、で向こうはね、まあ、公共交通機関で、駅まで来るという形になるんで、まあ、酒をね、まあ、好きなものをね飲んでもらって、好きなものを食べてもらって、でプレゼントね、一応今日プレゼント買ってきまして、去年とね同じね花屋さんなんだけど、そこはね、結婚式向けの花だとか、まあ、開店祝いだとか、あと葬儀の方も、葬式の花とかも全部ねやってるね花屋で、で工場があるんだよ。で工場があって、その工場からそういう大物の花束とか、そういうのは飾り物は出荷するという形で、で駅の方に、某駅の方に店舗をね構えてて、そこで花束だとかそういうのをね、なんかねコーディネートしてる、フラワーコーディネートして販売してると。でやっぱりねちょっとね、平日だから、その生物だと取りに行くのもちょっと限界があったり、ね、手間もかかるし、でやっぱりそのねプレゼントした後に水をあげたりとかケアしたりするのが、なかなかね難しいっていうのと、やっぱり日々ね毎日ね彼女がダブルワークやってますから、あんまりそんな暇がないとは思うんで、で通勤時間が長いから、やっぱり遅くなっちゃうね帰ってくるのはね。疲れて帰ってきて、ね、花の世話だとかもしてる暇がないだろうから、一応ね、ブリザードフラワーか、まあ、ソープフラワー、石鹸のフラワーをちょっとね考えてたんですが、なんかアレンジメントしてくれなかったんで、そこはね、なんかねその2種類に関してはもう売ってるもの、この既製品のものっていうかね、既製のものがもうあって、そこの会社で作ったねオリジナルのものがあって、そのどれかをまあ、選んでくださいみたいな形で、で在庫もないという、ね、作らないということで、年末で閉めて、翌年からはなんかね新しい、お店をするなんかね流れをやるらしくて、だから今これないんですみたいな話で、でまあ3000前後で、その2つがね売ってたんで、でブリザードフラワーいいかなと思ったんだけど、花のね数が少ないんで、ちょっとねなんか丸いクリスマスのショートケーキのちっちゃいね極小の小さい 円盤の上に花束が花がねバラの花がちょっと乗っかってるぐらいで、であとリボンがついててとか、あんまりねいまいちなんでね、でそれプラスなんか熊の人形がついてるのがあったんだけど、もう熊の人形って年じゃねえから、やっぱ大人の女性だから、もう花だけでいいよと、そしたらないんで、もう石鹸の方のねソープフラワーのしました。これだったら直射日光のとこ置いちゃうと色あせしちゃうけど、ずっとね匂いがね匂ったまんまになりますんでね、その石鹸の香りがね、で世話もいらない、もちろんね造花だから世話もいらないんで、
ちょっとねそちらの方にしました。でブリザードフラワーもね考えたけど、やっぱそのショボさね、花の豪華さでは全然圧倒的にソープフラワーのが綺麗なんで、そっちにして、でブリザードフラワーはあんまりね、なんだろう、そのショボさと2年間は一応持ちますよと、何もしないでね、水やりもなしでっていうことなんで、でまあ2年持ちはね上等だよね。だってもしかしたらもうね別れてるかもしれないし、あのうまくいったとしてももうねだいぶほこりとかかぶっちゃえば捨てることになるから、ね天寿全うみたいな形で2年でね、まあでもソープだったらずっと残ってるしでね、ねまたその時のことを大切にしてくれる女性であったらどっかにね飾っておくってね、ずっとね永遠と飾れる形になるん で俺も昔昔彼女になんかホワイトデーにそのバラの花びらの石鹸、バラの花びらの石鹸をもらったことがあって、なんだかんだタンスに入れててね匂っていて、10年ぐらいにぶっ込んでたから、それで10年目でやっと捨てたっていうね、それもうとっくに別れてるんで、捨てたっていうのがあったんで、まあ長持ち具合では、まあ、ソープフラワーかなというところで、で結構ね赤だとかいろんな色を使ってて、黄色、赤、黄色、青でね、かなりねゴージャスに見えるんでね、値段の割には、でまだね別にほら付き合ってるわけでも何でもないし、友達みたいな今ね友達のレベルに今なってますんで、で一応ね来週が、まあ、ウィンドショッピング兼ねて映画を見ながらということで、ショッピングどっかのショッピングモール、埼玉県のどっかのショッピングモールに現れると思います。でその後ね、ね姉さんの大好きなボーリングね、ちょっと2ゲームぐらいやってで、ね、登山と、ね、ハイキングでもう一回どうだって言ったらね、さすがにね辞退しますって言われちゃったんでさすがにね答えたみたいで、あの埼玉のね武甲山舐めない方がいいと思う、あれ初級なんだけど、もうあの台風でいろんなとこが崩れちゃってて、もう水の流れてるところを渡っていくとかね、あのピョンピョン石の上を、渡ったりっていうね、ところもあって、あとぐる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 回されて結構なね距離行くんだよ。で頂上までねあれトータル多分3時間はかかるね。で途中の手前の残り1時間ぐらいのところで2時半だったんで、危ねえなと、暗くなっちゃうんで一応、ね、頂上まで行かなくて降りちゃったから、今度はね行きたいなと。で武甲山ね、もう埼玉ではね有名なんで、これ埼玉県民で武甲山知らない人がいたらもう潜りだねって、一回行った方がいいね。で登山もそこね初級コースなんで、で途中にね魚がね、あのどっかの民家がもう廃屋になってて、魚管理してたからね、イケスがあって、イワナがねいるんだよ。で釣り禁止じゃないからね、でただね、人ん家の土地だと入っちゃうとまずいから、ね、そこの通路はみんな登山客がいっぱいね往来してるから、その通路から糸垂れて例えば魚釣るっていうのはありかもしれないね。俺知らない、それ自己責任でやってもらって、ね、すんげえねあの塩焼きサイズで綺麗な魚、もう外敵がいないん で水も綺麗で、その中に何匹もイワナがいるんでね、イワナってなかなか食べたことないでしょ。あの渓流魚では渓流の女王って言われてる、一番川の上の方の滝壺によく住んでたりね、綺麗な水じゃないと住めない。で改良されてる釣り堀用のイワナっていうのは多少水がね濁ってても住めるけど、天然のイワナっていうのはもうね綺麗なところでしかね住めないから、もう天然に近い感じになってたね、色合いがね全然違う。俺釣りとかでよくイワナとか見てるけど全然違う、もうね別物、天然に近い今イワナになってるんで、まあ、大体放流してね、川にいるのも放流はしてるけど養殖して、だけどそこで10年は死んじゃうよね、寿命が、何年かでこう生活してるとそこの天然イワナになるんでね、いけすだけど水だけはね綺麗な透明な水がね流れてるからね、もう本当に天然に近いで、水草も生えちゃってて、もう川みたいな形になってるから非常にねいいなと。これ眺めてたらなんかもうもう行くよみたいな感じで呆れられちゃってね、魚眺めてたらあまり興味ないみたいで釣りとかね興味ないみたいなんで、まあその辺はやめようかなと。でもう雪山も行きたくないって言ってたんで、だから雪山に誘うのもやめようと。登山とハイキングが彼女は好きなので、がっつり系の登山は俺やらないけど、まあ、ハイキング系の低山、ね、低い山
ぐらいはねやっていこうかな。だから靴買おうかなと思ってね、あのこの間ねちょっと、ね、タウンシューズで行っちゃったからさ、足の裏痛くてね、あの登山用じゃねえからね、で岩とかの間ピョンピョンってやるから、まあ、俺身軽な方でねアスレチックとか得意だから、あそういうのはね全然ね問題なかったんでね、で経験者のそのお姉さんよりもグイグイ行っちゃったからね、先に登ってっちゃったんで、まあ、体力はね、持病があるとはいえ、普通の40代の後半の男よりも運動神経はいいので悪いけど、申し訳ないけど自画自賛するつもりはないんだけど、正直動ける人なの で毎日鍛えてるからね、やっぱりその差が出るよねっていうね。で、まあ、向こうの方もくたばってましたんで、俺よりか先にくたばってたんで、健康体で高血圧あるけども、経験者だから早いのかなと思って振り返ったら全然距離が空いちゃってたりしたんで、今度はねちゃんと気を使ってね、一緒にね伴走して上がりたいと思ってますんで、俺もねそういうのはやっぱ歩くっていうのはね大事だよね。年取ってきて今度足が弱ってくるから、今のうちからねちょっとね股関節とか足をね鍛えとかないとね、いけないなというふうにね痛感しました。でおかげさまでね、そういった普段やらないこともその人と遭遇したことによってやるようになったと。でただね、一番ちょっとね今ネックなのはね、普段お互いにその会話の幅っていうのがね狭い人たちなんであんまりね話題が今広がらないので困っちゃうなっていうところがあって、だから沈黙を逆に楽しめる関係で、よく言ってるよね、俺がドライブしてて車の中で二人きりで、その黙った時でも苦しくない、気を使わないっていうね、自然体になれる関係をねちょっと作れたらなっていうところで、たまに本当ごくたまに無言になった時がまたちょっと気使うところがあるんでね、それでなんとか喋んなきゃっつって話題作っちゃうところがあったんで、それがなくなれば非常にいい関係になるのかなと。で向こうはどう思ってるか分かんないんだけど、でも一応今回はこちらから誘って、向こうも内容ね、デート内容提案してきてるんで、だから嫌ではないんだろうなと。嫌だったらこんな毎週会わないだろうから、まあ、そこで察しろよと男次第で俺次第でね、だ俺がなんとかあとやっていかないといけないっていうところがあるんで、なんとかね本当に距離を詰める、2人の距離を詰めるということをやっていかなきゃいけないっていうね、だから本当ね大変みんながね言うは易しで、やってる本人はねこれね思うようにいかないんだよ。結構その雰囲気その場の雰囲気っていうのがあって、簡単にこう言えばいいじゃんとかやればいいじゃんってならない状況、わかるかなこれで、経験してる人じゃないとわかんないんだよね。相手によってその言えるか言えないか、これをやれるかやれないかっていうのがねあるんだよ。それがね毎回そういうのはね俺も何人も遭遇してるんだけど、昔のほら時の勢いと俺違うから、ね、今大事に相手を大事に思ってやってるから、昔はほらもう別れても次はいるじゃんみたいな形でやってたり、もう Going My Way という形でねやってたんで、俺がいいように思うがままにデートしてたっていうところもあったりするんで、だそういうんじゃなくて今ね相手が嫌がらないことで相手も楽しめるっていうね、もう楽しい度がこう 60% 以上になるものをやろうとしているんで、まあ、なかなかねだからそこで自然と縛りが入っちゃって難しいのかなっていうところもあって、でねなんかねでもねなんていうのかな、そのシビアな婚活女性の目線ではないんですよ。あの方は非常に何か理解しようとか協力しようとかっていう姿勢がすごいね伝わってくるんで、ただでもずっと一人でね未婚のまま47年間、もうちょっとで47年間来ちゃってるから、やっぱり我がね多少ねお互い我が強い人同士になっちゃってるから、でもう一人でも大丈夫系のノリも多少はあったりするんで、妹がいるんだけど、妹の方はもう結婚する気ないみたい で今は、ね、お母さんと3人で住んでるということ でまあそのね長女の川越姉さんだけは、結婚したいということで婚活パーティーで俺と知り合ったというところになるんで、その辺をね汲み取ってあげて、あとうまくねちょっとリードしながら、ただ男前の人だからねリードしまくると良くない、やっぱり彼女のやりたいこととか趣向がありますんで、だそこは組んであげないといけないかなというところで、意外と簡単のようで、ね、難しいタイプだったというところで
もうね、宗教のね、あの話はいい、大丈夫、もうあの勝手にやってるからね。で、1年に1回じゃなかったね、3年に1回なんかその白装束で山登るのも、別に電車からその装束を着てやるんじゃなくて、どっかの参加会館へ行って、そこで着替えて バスで移動して、あのみんなで、あの信者たちがあの山を登るっていうね。で、ばあさんとかじいさんとかもいて、そういう年寄りでも、そのもうなんだろう不思議な力が湧いてきてて若い人に混ざって登山をしてるようで、85歳で登山してるやつもあのいたらしいんで、やつとか言っちゃった人がねいるみたいで、うん、だからいいんじゃねえの、そういうね、あの人知を超えたこうパワーがね得られて、あの生きる活力が生まれてるっていうのはね、別にいいことなんで、あの俺は別にそういうのはね、あの気にしないっていうか、あの、まあ、関係ないけど、俺は関係ないけど、勝手に、ね、やってもらえればいいのかなというところで、でまあ、そんなにね、あのお布施とかもあるわけじゃないっていうね、で、まあ、月500円のなんかこう会費、お布施が発生するということなので、それは自分の、ね、お金からやってもらって、ね、好きなように生きてもらえればと、ね、残り、ね、お互いに残り少ない人生だから、もう悔いのないようにね、楽しく、なるべく楽しくね、生きていけたらいいなと、で、何かしらやっぱ仕事はか、この方もしたいということで。で俺も、本当に食費ぐらいの5、6万円ぐらいなんか稼いでくれれば、あの別に問題ねえよということで、あの何だろうが非正規だろうが何だろうがね、パートだろうが何だろうが俺は気にしたいって、で周りのね友達もそういうこと言ってるからっていう話はしたんでね、でそのね、姉さんの友達、この間の、ね、東京の外れの方にいる三女の方もやっぱり結婚したらパートでも何でもいいからやると、で相手の旦那さんを支えていくという話はしてました。なんかうまいことこの間言ったようだったんですが、なんかクリスマス友達と過ごしますみたいなね連絡が来たみたいで、それ以上私は聞けなかったとは言ってたんで、まあ、なんかの三女の方はね非常に目がね厳しい方なんで、そうなってくるかなと思います。それではね、プレゼント買いましたんで、またこれから来週ねデートして、その次は誕生日会ってきたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあ。